天馬さん、どうしたの？ちょっと、最近物足りなくて。ああ、お弁当のおかずまだあるから、よかったら食べて。ああ、いいの？って、お昼ご飯の話じゃなくって。え？物足りないっていうのは、刺激が足りないの方だよね。そう、それ！この間の体育祭がすっごく楽しかったから、いつもの日常に戻っちゃったのが、なんだか寂しくって。ああ、なるほど。さっきってば、打ち上げでも楽しそうだったもんね。うん、だってクラスのみんなとファミレスで打ち上げだよ！私、ああいうの全然やったことないから、もう楽しかって楽しかって。クラスのみんな、ほとんど来てくれてたね。うん、あんなに集まりいいなんて、私もびっくりした。テーブルなんて4つ使わせてもらっちゃったし。注文の時も、唐揚げ食べたい人って手を挙げて数を数えたり、面白かったね。それに、ドリンクバーのジュースを混ぜて、みんなで飲み比べしたり。途中で志保たちのクラスも来て、ファミレスにいるの、ほとんど宮城の生徒になったりね。あの時はるかちゃん、みのりちゃんに唐揚げ、あーんしてあげてたね。お腹が空いて倒れそうって言ってたから、お裾分けしようと思って。みのりちゃん、その後はもう胸がいっぱいって感じで、心ここにあらずだったね。そうだね。あの、天馬さん、なんだか今さらっていう感じもするけど。ん？どうしたの？私を体育祭実行委員に誘ってくれてありがとう。久しぶりに参加した学校行事だったし、大鳥さんみたいなクラスメイト以外の友達もできて、本当に引き受けてよかった。はるかちゃん、お礼を言うなら私もだよ。はるかちゃんやエムちゃんと一緒に実行委員できて、最高な青春の1ページができたんだもん。だからはるかちゃん、私の方こそ一緒に実行委員やってくれてありがとう。うん、楽しかった。仕事で学校にも全然行けてなかったから、この学校って中等部も芸能活動には寛容だし、どうしても仕事優先になっちゃって。ああ、そっか、桐谷さんもここの中等部にいたんだよね。うん、でも中学の時の思い出は全然ないの。だからやっぱり小学校の時の運動会の思い出くらいかな。そういえば、あの時もリレーを走ったな。クラス対抗リレーでアンカーをやらせてもらって、一番仲の良かった友達もアンカーで、ゴールするまでどっちが勝つかわからなくて。ああ、この間の M ちゃんみたいなすごい勝負だったんだね。それでどっちが勝ったの？ギリギリ私。だから負けた友達が、勝ち逃げは許さない、来年また勝負って言ってくれたんだけど、小学校最後の運動会は仕事で早退しちゃって、結局勝負できなかったの。それを伝えた時のアン、すっごくふてくされてたけど、今でも覚えてるかな、あの時のこと。そっか、じゃあ入院してて全然中学を楽しめなかった私と一緒だね。中学の時の分までバッチリ楽しんじゃおう。学校行事まだまだたくさんあるしね。そうそう、実行委員みたいな仕事だってまたあるかもしれないし、私も楽しみなんだ。うん、
また機会があったら一緒にやろう。うん。思い出作りか。体育祭もあってクラスにも馴染めてきたし、これからが楽しみだな。